聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。ただいまいろいろ難航しています。どうなるのでしょうか。では本日も星さんの一個残しをやります。つまらないだろうが、死活問題なんでな。ではゴー。今回こそは星2の時のような失敗はしませんが、新しく失敗するのが私、ミスターエンジェルを引きつけて超特急で攻撃。すぐにクリーナーを出して壁を出しつつ、しばし待ちます。ムートを出すんだな。実派ですね。何か問題でもあるのか。出すんだったらダルターニャの方が良かったんです。まあお金を貯めていきます。ここでさっさと出しておけば良かったのにムートを選択。これが悲劇の始まりでした。見えないかもしれませんが、キャプテンモグーとハイエナジーの攻撃で、ムートは抜かれます。敵の城が邪魔で攻撃できなかったんだな。遠方範囲のダルターニャに任せておけば、もう少し楽に攻略はできました。来年。だがそれでも攻略はできるんだろ。多分時間的に見たら30秒は無駄にしたかな。他に強いキャラを使えばよかったと言われましても、所詮無課金、得るものにはできません。その割にいいものばっかり持ってるけどな。まあ当たるわけだからいいんじゃない。さてハイエナジーを倒したら、ミスターエンジェルとキャプテンモグーを倒します。攻撃受けてるみたいだがいいのか。こいつのレベル50の体力145,800。体力 60% 以下で攻撃力2倍。守るところをしっかり守れば、対象外の敵にも6万近いダメージを与えるよ。ただやっぱり失敗は痛かったですね。暇になったら周回するか。さて今回は基本キャラの強さを見てみましょう。このステージで使うってことは、まだレベルがおぼつかないので強化してます。攻撃力だけな。まずはニョロロンを潜らせて、出てきたところをサルカミで叩きます。なおチビ天空のプラスは低いので、サルカミに頑張ってもらいます。チビ天空なかなか育たないんだよな。育ったら今回は無課金攻略できたのですが、再生産の関係でサルカミは不利ですが、レベルは50。攻撃力はフルスペックの天空に射程で勝ってる程度。現実的な話、射程で勝つ必要がない以上、チビ天空の方が強いです。でもサルカミには第三形態残してるし、プラス70という手段もあるぜ。現実的じゃないよね。チビ天空のプラス上げておきたいな。さてジャラミですが、プラスが80になったらスペックがとんでもないです。範囲攻撃の上に DPS 1万超え、体力も高くかなり強いです。サブ端末は育成の途中だもんな。状況や数字的な解釈もありますが、エキストラ特本は超激レアクラスがいます。当たりが悪くてもそれらのキャラを抑えれば、攻略自体はできます。もちろん相応の根気が必要ですが、ムートも出したことだし、邪魔は入るが決められるかね。ムートは強いです。レベル50のナンマに負けてますが、何をもって強いかとなると、議論を挟む余地があります。城破壊はナンマだな。攻略成功。しばらく攻略に時間がかかります。経験値ドロップうまうま。さて福岡県を煮詰めて告したステージです。面倒になってきてるな。時間がかかりますので倍速。出てくるのは白い敵なので、攻略に使えそうなのはダークダルターニャと、麦わらですが、すっかり忘れていまして、ウルルンを入れちゃいました。星さんになるとワンコでも大狂乱の向き足ワンパンだな。攻撃はすべて壁に受けてもらって、お金集めをやっていきます。青アミーゴを入れてる理由としては、75円壁にしては妨害ができるからです。この際足の遅さには目をつぶって、時間を稼いでいきます。しかしエラス強いよな。他にも出てきたら対処できないステージはあるけど、ここは本当にギリギリって感じ。アイドル死亡を入れてますが、攻撃役で本気で使えるのはこいつ。あとは時間稼ぎと割り切ります。毎回面倒なところはクリアしていかないといけないんだよな。それでもマシな方、まだクリアするだけの手段が残ってるんだから、
難易度の高さに困っている場合じゃないよ。思いっきりアミーゴ出してるな。後のキャラは足が速いから、合流も速くていいと思うよ。ウルルンでさらに妨害か。このステージでは攻撃受けたら大抵おしまいだから、ウルルンのレベルは30にしています。攻撃面を考慮すると40は欲しいんだが。ダルターニャみたいね。あとは城を落とすだけ。やっぱり23日に向けて調整中か。できるだけガチャ引きたいから、いつでも消費できるようにした準備。猫缶はいつでも回収できるとして、ステージ進行だけやっておきます。このステージは思わぬ産物が出たので、昨日出したステージです。ああ、結構早かったよな。ニャンコンボはアイドル志望。デュエット、ロングネック。ムートを出せるまでひたすら我慢。魚醤がそんなに攻撃力高くないからできるわけだよな。それでも早急に資金集めをしたいので、ニャンコンボは重要。初期所持金アップじゃなく働き猫レベルを選んだ理由は、攻撃力 10% アップも含まれてるわけか。さあムートには頑張ってもらいます。延命のためにライオンを走らせて、ダメージを肩代わりしてもらって攻撃。そしてナマルケモルルの攻撃も胃代わりになってもらえ。ダルターニャ、超特急、ジャラリを出して、早々にヒットバック狙い。あとは叩き続ければ、速攻の成功です。メガロが必要ないとコメントにあったよな。まあこれは結果です。莫大な利益とともに攻略完了。このマップ最後も速攻します。できるところはできるものなんだな。ニャンコンボはいつもの通り、1ページのキャラも使えますが、今回は2ページだけ出していきます。壁がゴム1枚なんじゃがいいのか。向き足には攻撃兼壁になってもらいます。壁を調整して超特急を使って、お金を入手したらダークダルターニャの出番です。エイリアンに強いキャラは使わないのか。攻撃頻度がそれなりに高く、炎上範囲攻撃できるキャラはこいつとガネーシャだけ。ガネーシャのレベルはそんなに上げてないので、時間がかかるんだよね。貯蔵庫にキモ猫のストックがあるから、頃合いを見てユーザーランク解放しないとな。タイミングが難しいんだよね。統率力920をきっちり使って、なおかつ回復した分も消費しなきゃいけないので、解放自体はデスカバで浪費もできるけど、1個残しの消費が優先。このステージも順調に進んできているな。あとはゴムと向き足連打とニャンコ砲で勝てます。ニャンコ砲はこのタイミングじゃねえか。デハグレゴリー将軍には失脚していただきましょう。自分の担当区域を守れなかった責任。彼はどうなってしまうのでしょう。ひどい話だな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。デハエンディングお願いします。今日の桜さん、お願いします。